はい、今日はホットモットのお弁当で晩酌しまーす。あれですわ。三脚、もう店舗の方に置いてあるから、どうしよう。今思い出しました。はい、お久しぶり、バスおじさん。三脚ないからなんかこんな感じ。こんな感じ？こんな感じか。バスおじさん。ひょっこりはん。お疲れです。いやー、久しぶりさの唐揚げ。ほっともっと。うまい。ネットで予約注文を入れて、で、取りに行って、すいません、吉川ですけど、って言って。あ、吉川様ですね。お待ちしておりました。はい、どうぞ。はい、1060円です。で、お金渡して、お釣りもらって。さあ、商品渡してくれんのかな、思ったら。この20番のレシートでお待ちください。ん？どういうこと？ハテナマーク、ぴょんぴょんぴょん。目の前に商品あるのにね、スタッフが気づいたね。あ、大変申し訳ございません。ご用意できておりました。どうやったらそういうふうに間違えるのかね。その20番の人って誰だったのかね。今日も店舗の方に泊まろうと思ったんだけど、昨日ちょっと毛布一枚で寝たからね、ちょっと体調不良なので、今日はマンションに帰ってきました。次の一軒家、お風呂ないからね。でも目の前が銭湯。今大阪の銭湯は490円。あれ、全国一緒なんかな？まあ、そんなでね、3月、あ、3月ちゃうわ。11月の15日、月曜日、この辺で失礼したいと思います。バース、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 おじさん。